それではステージの準備整いましたので、これより企業セミナーをお送りいたします。まずこの時間は株式会社プロネクサス取締役執行役員社長室長大和田雅宏様にご出演いただきます。それでは大和田様、お願いいたします。ただいまご紹介にいただきましたプロネクサスの大和田でございます。今日はオンラインという形ですが、私たちプロネクサスのお話を聞いていただけるということで大変に嬉しく思っております。最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。まずプロネクサスがどんな会社なのかというところをご覧いただきます。会社概要のページを開いていただけますでしょうか。こちらに記載の通り東証一部に上場しております。証券コード7893、日経新聞の証券欄で言いますとその他製造の中にございます。売上高は244億、営業利益26億ほど。ここに売上収益という言葉が書いてございますけれども、こちらは私の国際会計基準 IFRS で開示をしておりますのでこういう表記になっております。従業員数は連結で1400名ほどの B2B の会社でございます。では次のページをお願いいたします。まず私たちプロネクサスが何をする会社なのかということについてお話をしたいと思います。企業は投資家に対して、投資家の皆様に対して情報開示をする責任義務がございます。そこにはさまざまなツールが必要になります。その政策をサポートするのが私どもプロネクサスでございます。それが皆様の目にどういうところで触れるかというところをお話しいたします。今画面に出ておりますのはご自宅でのツールとの接点ということでございます。これはすべて私どものお客様がお作りになるものですけれども、それを我々が裏方で支えているということでございます。例えば上にございます決算短信、有価証券報告書、これらはネット上で皆さんご覧になりますね。で IR のサイトもそうです。こういったものも一つでございます。でさらには左側にあります投資信託の関連でございますけれども、ご自宅に購入の方であればですね、運用報告書が届くと思います。これも私どものサポート対象でございます。それから右側にあります新聞の広告、 IR あるいはその IPO ファイナンスの時の広告のサポートもいたしております。それでは次のページ、今度は株主総会でどんな接点があるかということでございますけれども、まず真ん中左側にあります招集通知、これはもう皆様のご自宅に届くと思うんですね。これがメインでございます。でさらには会場で使われるスライド、あるいはその総会の運営のサポートと、こういったこともございます。最近では左側にありますスマホで招集通知を簡単にご覧いただけるスマート招集、こういったものも提供いたしております。それでは次のページでございます。今度は金融機関、銀行あるいは証券会社の窓口でということでございますけれども、まず一番皆様にとって馴染みが深いのは右側にあります目論見書だと思いますね。これは IPO の際、ファイナンスの際に皆さんがご覧になるものでございます。そして投資信託であればですね、その販売用の資料等もございます。こういったものの政策のサポート、これが私どもプロネクサスの役割だということであります。では次のページをご覧いただけますでしょうか。こちらは今私が申し上げました、プロネクサスがサポートしているものを全体まとめて図式化したものでございます。右側に企業の絵がございます。企業は今申し上げましたように、投資家の皆様に情報開示をする責任がございます。その絵にありますようにですね、さまざまなツールあるいはコンテンツがございます。でその政策を下の方に書いてございますシステムとコンサルをメインにして、正しいものをより分かりやすく期限通りにですね、お作りする、正確な書類作りをする、その支援が我々プロネクサスということでございます。そういう意味では私どもは B2B の企業様に対する支援会社ではありますけれども、最終ご利用になるのはエンドユーザーである投資家の方々でございます。そういう意味では B2B2C が今の我々のビジネスモデルだというふうに言ってよろしいかと思います。今日は私どもの会社説明会ではありますけれども、せっかくの機会ですので、今非常にホットなトピックであります
バーチャル株主総会について簡単にお話を加えさせていただきたいと思います。まずその背景についてでございますが、資料にございますようにですね、インターネットがどんどん進展をしてきております。もう言うまでもございません。これがその下にありますように情報開示 IR の世界においてもですね、大きく広がってきていると、その一環としてバーチャル総会というテーマが出てきたという流れでございます。でその次のページにですね、ご覧いただきますと、ここに EIR という名称が出てきておりますが、これはお客様である上場会社さんが決算等で開示をしたドキュメントあるいはデータをお客様のホームページにですね、もうその日のうちに自動更新をかけていくというこういうサービスでございまして、これもいわば電子化ネット化の一つでございます。もうこれはそうですね、10年以上の実績がございます。現在私どものお客様2300社ほど上場会社ございますけれども、そのうちの1000社にご利用いただいているとこういうサービスでございます。まあ、このように IR のサイトにおいてですね、サービス提供するというものもございますが、実はこの前段としてここには出ておりませんですけれども、有価証券報告書あるいは届出書、こういった金融庁に提出するドキュメントはもう2004年から完全電子化されております。そういった電子化ウェブ化がどんどん進行してきて、それがさらに株主総会にもこれからつながっていく、その過程で IR もどんどん電子化してきていると、こういう背景にあることをご理解いただければと思います。では次に株主総会のプロセスの電子化というタイトルがございますが、これどういうことかといいますと、会社法という法律がございます。それに基づいて株主総会の招集通知も作成されているわけですけれども、その法律が改正されまして、その中で総会プロセスの電子化というテーマが出てまいりました。そのテーマは大きく2つに分けられます。左側、こちらはドキュメントの電子化、メインは招集通知でございます。つまり電子化されるということはネットに掲載されるウェブのコンテンツ、これが正になるということでございます。そして右側にありますものがイベント、すなわち株主総会のオンライン化ということでございます。それを今日少しお話をさせていただきます。では次のページをご覧ください。こちらにドキュメントの電子化というタイトルがございますが、要は株主総会招集通知、これが電子化されるということは一体どういうことなのかというのを絵で記載をいたしております。私どもプロネクサスはお客様からオーダーをいただきます。ここにある絵は電子化されたものですね、絵でございますので現在とは違います。その時にどのような流れになるかというのを話しいたします。お客様から発注いただきます。そうしますと真ん中あたりにアクセス通知というものがあります。これは株主総会の開催に関わる基本的な事項をコンパクトに記載をした薄い書類でございます。これは法律で作ることが義務付けられております。それがお客様のお手元、失礼しました、投資家株主の皆様のお手元に届くということになります。でそこに URL が書いてあります。QR コードでの提供が大半だと思いますけれども、それをクイックご覧いただいてそこにアクセスすることによって、本編である招集通知のウェブコンテンツが見られるということであります。そこでいろいろと確認をした上でですね、ご判断いただき、右側端にあります議決権行使、こちらをウェブ上で行うと、これが一連の流れであります。その結果として印刷物がどうなるかということですけれども、アクセス数値というものはボリュームは少ないです。一方でやはり印刷物で欲しいという株主さんもいらっしゃいますので、請求のあった方には従来通りのものが送られるという流れでございます。このように印刷物の量としては減少します。ただ最も大事なのは総会招集通知のコンテンツであります。これを作るという行為は全く変わりません。でこの中には、より IR 性を強めていくという流れもございますので、この招集通知のコンテンツの充実というものは今後も続いていくというふうに思います。そこの支援というメインの業務、これは変わらないということを一つご理解いただければと思います。
では次のページで少しお話をいたします。こちらは、スマート招集というものでございますけれども、先ほどもちょっと言いました、招集通知が PDF で、掲載される、あるいは HTML で掲載される、その辺はまだ仕様はっきり確定しておりませんけれども、大きなドキュメントの PDF をスマホで見るのは大変だというのは皆さんよくお分かりだと思うんですね。でこちらでは、その招集通知の中のエッセンス、重要要素をですね、コンパクトに見やすくスマホサイズに合わせてですね、作り直しをした形でご覧いただけるようになってあります。招集通知のスマホ版ですね、これがある意味、招集通知の電子化に先駆けてですね、スタートしているということも一つご理解いただければと思います。そして、このスマート招集は2019年昨年から、議決権行使サイトと連携しておりますので、このスマホ上で議案を見て、事務報告を見て、そして議決権行使をするという一連の流れ、すでに実はこういう形で電子化が進んでいるという実態がございます。では次のページをご覧いただきます。こちらは今申し上げました、私どもプロネクサスのスマート招集、他社の分も含めて今250社ほどがですね、ご利用になっております。だいたいその6割ほどは私どもがサポートしているということでございます。では続きまして、今まで申し上げたドキュメントの電子化に加えて、もう一つのプロセスの電子化、株主総会のバーチャル化ということについてお話をしたいと思います。ここに記載されているものはもう皆さんすでにご存知のことばかりですが、新型コロナウイルスの影響で今年の総会大きく変わりました。招集通知ご覧になってですね、極力3密を控えるためにですね、感染防止のために、ご来場は控えていただきたいというメッセージがあったかと思います。それが一つ今回大きなインパクトになったということが背景としてございます。それではその次の、この次のページをお願いします。こちらは株主総会のですね、構造をパターン化したものであります。左側にありますのはリアルの株主総会、要は会場で株主さんにお集まりいただいて行われる総会、これは従来型でございます。そしてその右側にハイブリッド型バーチャル株主総会、これが今回新たに法の改正によってですね、認められたものでございます。でこのハイブリッド型にはですね、2つパターンございます。出席型と参加型。出席型というのはですね、まさに株主総会リアルに出ているのと同じように、そこで出席登録をして議決権の行使もそこでできるという、ある意味フルプロセスの総会参加のバーチャル型でございます。で左側にあります参加型というのは、ネットで傍聴をするということが目的でございますので、ここで議決権行使はございません。ただ質疑の受付などをですね、行うこともできるような仕組みになっているところが多いようです。出てきていますね。で右端にありますバーチャルオンリー型というのはですね、これはアメリカで大きく広がってきつつあるところでございますけれども、これはリアルの総会やらないと、すべてネット上で完結ということでございます。これについては今の改正された法律においてはですね、基本的には認められていない、やり方によってあるのかもしれませんけれども、今株主総会社法の規定上はですね、リアルの総会を開くことは必須であるということになっておりますので、日本では当面これは考えられないというふうに思います。それではその次のページをご覧ください。こちらはですね、株主総会のバーチャル型でどのような姿になるのかということを絵にしたものであります。もうすでに経験されていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。まずは QR コードでサイトにアクセスをします。そうするとここにあるようなですね、絵が表示されるということでございます。で右側のですね、画面にありますように議長である社長が説明をする、その横で資料が見えると、こういう姿でございます。その中で当然声も聞こえる、リアルタイムでですね、総会に参加している形になるということでございます。
でその左側に議決権行使と書いてございます。これは先ほど申し上げました出席型というタイプのですね、総会の場合にはここで行使もできるということであります。今は参加型の方が多いですけれども、参加型の場合にはですね、この議決権行使はできません。そういう仕組みになっております。それからこの事前の質問入力というのがございますが、これは事前に質問することもできるし、会社によってはその場でリアルタイムでですね、質問を受け付けるというところもあるようです。このようにしてネット上で株主総会に参加いただく、出席型であれば行使もできる、議決権行使もできると、こういうふうな変化が今年から始まったということでございます。それではその次のページでですね、私どもプロネクサスがこうしたバーチャル株主総会のサポートでどのようなことに関わるのかということをお話しいたします。まず一つ目は左上にあります招集通知、ネットに掲載されるコンテンツ、この制作、これは従来通り変わりません。そしてその下に株主総会の絵がございます。これは総会の運営というサービスでありますが、これ実はもう10年以上前から私どもやっております。その運営の姿がネットを通して投資家の皆様、株主の皆様に配信される、それが右側にあります配信サポートですね。このようにコンテンツを作る、総会を運営する、そしてネットで配信する、こういう総会周りの一連のですね、業務を私どものプロネクサスはサポートしていくということです。つまりバーチャル化することによって、私どもにとっては新たなサービスアイテムであるネットサービスというものは加わってくるということになります。それでは今度はプロネクサスの事業がどのように変わっていくのかということについてお話を申し上げたいと思います。実は私20年ほど前にですね、プロネクサスに入社しました。20年前と今と比べるとですね、大きな変化がございます。でそれが今後どのように変わっていくのかということをお話をしたいと思います。今ご覧いただいておりますチャートは、第一、私どもが、創業してから、第一の変革、そして第二の変革、そして今これから迎えようとしている第三の変革、どのような変化をこれから私どもは作り出していくのかということを概念的に記載しております。目指しているのはですね、赤い第三の変革のところに記載の通り、ドキュメントプラットフォームへの変革であります。今まで少しお話ししましたけれども、お客様、企業が投資家の皆様に開示するためのコンテンツ、ツールの制作サポート会社であると。でそれをよりインフラとしてですね、お客様に提供していく、ドキュメントのインフラ、そのドキュメントも開示、IR ということだけではなく、企業のさまざまな分野でお作りになるドキュメントまで広げていこうと、こういう考えでですね、我々の事業領域を拡張しようとしております。それからその下の斜めに進んでいる絵がございますけれども、そこに非印刷製品という言葉があります。これどういうことかと言いますと、プロネクサスはその他製品、つまり印刷会社という位置づけでですね、東証一部にですね、ランクされているわけでございますけれども、実は印刷製品は全体のもう半分以下でございます。その半分以下のそれ以外は、要は非印刷、さまざまなデジタルコンテンツのシステムサポートと、こういったものがですね、我々のこれまでの成長を広げてきました。さらにここが我々の新しい成長領域になっていくと、その辺を少しお話を申し上げたいと思います。では次のページをご覧ください。こちらは2008年3月期、そして2020年3月期の私どもの売上を大きく今申し上げた印刷物か非印刷かということで区分けしたものでございます。左側の8年3月においてはですね、非印刷は 37% で、その中の黒い濃い色で書いている 6%、これが下にシステムから海外進出支援という7つほどの項目で記載をしております。私どもの実は成長ドライバーであります。こういった新規領域を開拓することによって、非印刷の割合が広がり、印刷よりもですね、
その他のサービスの割合が上がってくるという変化を作り出してきたわけであります。実際の金額で言いますと、2008年においてはこういう成長分野製品は13億しかございませんでした。でそれが直近の期におきましては80億ということで、この間さまざまな環境変化ございました。リーマンショックで大きなダメージもございました。そういうものを乗り越えてですね、成長軌道を作り出してくるという意味で非常に大きな成長ドライバーとなったということ、こういう変化をご理解いただければと思います。では次にのページでございます。今推進しております中継のコンセプトを簡単にお話をしたいと思います。ちょっといろいろ字が多くてごめんなさい。まず中核にですね、法定開示書類作成支援という言葉があります。これは書類を作るというものは先ほど申し上げましたようにもう電子化されております。したがってシステムでお客様に書類作りをしていただく、そのサポートをするためのシステム、これが私ども実は中核コアの技術でありコアのソリューションでございます。そしてただシステム作ればいいということではなくって、正しいコンテンツをお作りいただくためのですね、コンサルティングサポート、原稿のチェックも当然含みます。そういったことによってお客様が正しい開示をする。でさらに最近は、そういう書類作成のドラフトをですね、私どもが請け負うという BPO もですね、もう100社ほどのお客様で合流いただくようになってきておりまして、この開示書類を作るというサポート領域が大きく広がってきている。ここをさらに両翼に広げていこうよということでございます。右側が金融商品ディスクロージャー、投資信託リート等がその対象でございます。左側は上場企業のディスクロージャーから IR に関わることでございます。上場企業の IR について言えばですね、今ウェブ化がどんどん進んでいるということもございます。それから英文化、海外の投資家のウェイトがどんどん大きくなってきております。グローバル化しておりますので、その翻訳サービスが今かなりの勢いで伸びております。これが一つ変化でございます。ここを押し広げようと、それから統合報告の概念が今ディスクロージャー IR にもかなり浸透しつつあります。それによって記載内容の充実が求められてくる、こういったところは私どものコンサルがしっかりサポートする領域でございます。それから真ん中下に海外進出支援とかデータベースでございます。これはもうディスクロージャーとは別の領域の全くの新領域でございます。これもこの20年間の中でですね、生まれた変化でございます。さらに右側の金融商品関係で言いますと、販促という言葉がございます。これは金融商品を販売する銀行さん等のですね、販売会社のマーケティングを支援する、このような領域までですね、広がってきております。こういう新しい波をより大きくしていこうというのが私どもプロネクサスの今のテーマでございます。では次のページをお願いいたします。こちらは私ども今申し上げました中継の中で目指しているドキュメントプラットフォームとは何ぞやというものを書いたものでございます。まず、左端上にございます経理部門、総務部門の方々は、これはもう私どものもう何十年もの間のですねにわたってのお客様のグループでございますけれども、開示、総会に関わるコンテンツ、実はこのコンテンツには、企業の基本に関わる、決算財務、あるいはそのコーポレート関係のデータ、さまざまなものがございます。こういったコンテンツはその右側に並んでいるさまざまな部門で共有することが多いんですね。従いまして、こういう開示コンテンツに含まれている決算財務コーポレートデータというものを一元的にプラットフォーム化してさまざまな部門でご利用いただけるようなインフラを作っていく、これが今の私どもの大テーマでございます。でそのためにちょうど真ん中あたりにございますけれども、この支援システムを大幅にバージョンアップするということが今始まってきております。これによってコーポレート系のさまざまなドキュメント間の連携を行うというインフラが今できつつあります。それからその下に横に書いてございます
お客様のドキュメントを支援する機能拡張としてということでございますが、これはお客様と私どもプロネクサスの間でお客様から委託された業務を進行する上でいろいろなコミュニケーションもございます。オーダーもございますけれども、どういう仕様にするんだ、どういうふうにここを修正するんだ、こういったようなさまざまなコミュニケーションを間違いなく的確に効率的に共有できる、そういったインフラを今作りつつあります。このようにドキュメントを広げていくというインフラ、それからお客様とのコミュニケーションをより緊密にし、しっかりと効率的に行うためのインフラ、こういったものを通してですね、ドキュメントプラットフォームを作り上げていきたいと、これが中継の最大のテーマでございます。それでは次に私どもの株主還元についてお話をしたいと思います。ご覧いただいておりますチャートは、私どもがどれだけの還元を行っているのかというものをグラフにしたものでございます。濃い色は当期純利益でございます。で、濃い赤色、これは配当で株主様に還元をした金額であります。その上の薄めのピンク、こちらは自社株の取得によって株主様に還元をした額でございます。この還元額とそれから利益の額と対比させたものが還元成功ということになりますが、その2つを合わせた総還元成功は一番下に書いてございますようにですね、この7期間で見ますとほぼ 100% ということであります。非常に株主還元を大事にしている会社であるということをご理解いただければと思います。それから21年3月期についてはまだ自社株取得ということの決定はございませんので記載はしておりませんですけれども、配当だけで 55% の還元をするというふうにいたしております。このように株主還元を重要な経営方針として私どもやっているということをご理解いただければと思います。ではその次のページをご覧ください。こちらは株主優待制度でございます。こちらは株主様の保有している私ども株式のその株式数、それから保有年数に応じてですね、クオカードを申請するという仕組みでございます。これも私どもの姿勢の表れの一つでございます。ではちょっと時間がありますので、最後私どもの事業特性についてお話をしたいと思います。このグラフは何かと言いますとですね、過去17期ほどの間にわたってのですね、売上高、それから営業利益率がどう変化してきたかというものをグラフにしております。ピークは7年3月期、まだリーマンショック前のところですね。ここにおいて 20% 近い営業利益率を上げております。これはいろいろな条件がすべて集中した非常にラッキーだったということでございます。その後リーマンショックを経てですね、上場会社の数が減少する、あるいは開示制度がさまざまに変化して開示のボリュームが減るというようなものもございました。そういった変化を経てですね、7% ほどに営業利益率が低下いたしましたが、今 10% レベルまでですね、回復をしてきていると。でここで申し上げたいのは、私どもプロネクサスの業績はマーケットの変化とそれから開示制度の変化の影響を受けるということです。この濃い色は私どもにとってはプラスの変化でございます。左側の方に並んでおりますのは黒の濃い変化ばかりです。これが好業績の背景でもあったということです。ただこの赤いマイナス面の変化もですね、我々は乗り越えて成長領域を作ってきたと、そういうことはご理解いただければと思います。では次のページをご覧ください。こちらは私どものマーケットシェア等が書いてございます。これは上場会社のシェアでございますけれども、株主総会招集通知、それから有価証券報告書、こういったメインのドキュメント、いずれか私どもが受注しておりますのは上場会社の6割でございます。私どもは上場会社の開示を支えるインフラだと申し上げるのは、こういったシェアに裏付けられております。
それからリピート率というのは、翌年以降も継続してですね、オーダーいただけるそのリピート、これが 96% あるということで、高い信頼をいただけているんだと、その表れだと認識をしております。でその次のチャートをご覧ください。こちらは金融商品関連でございますけれども、投資信託の運用会社、今日本に80社ほどございます。その7割からオーダーをいただいております。それからその右側の J リートについて申し上げますと、J リートは2001年からスタートいたしましたけれども、この2020年までの間にですね、IP をしたリート会社さんの 95% 以上を私どもが支援してきたということでございます。このように私どものプロネクサスの概要をご理解をいただけたかと思うんですけれども、繰り返し申し上げたいのは、日本の資本市場を支える、それを開示あるいは IR という分野において、お客様のドキュメンテーションを支えるインフラ業務として私どもは仕事をしてきた。そしてそれがどんどん電子化の方向に変化し、私どもにとってみると非印刷という新しい成長領域のウエイトがどんどん上がってくると、このようにして私ども新しい成長を作り出していきたいと、こういう私どもの、地味ですけれども非常に社会の中で大事な役割を果たしている会社だと思いますので、ぜひ皆さん私どもプロネクサスのですね、株式をご検討いただければというふうに思います。証券コード7893東証一部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。